はい、今日はゆかりとかなのライド。はい。いきなりライド僕に来ました。動画を撮るのをいつも忘れています。そう、ここに来るまでにもう40キロぐらい走ってたんやけど。そうやね。40キロは一気にタイムマシンのように。そう、ぶっ飛んでライド僕に着きました。あ、これ何味？黒ごまとラムネとアンニンとかあったんよ。めっちゃ美味しかったよ、アンニン。アンニン超おすすめ。おすすめのアンニンが映ってます。これアンニンってチョコチップで、ゆかりちゃんが白、これは黒ごまと、あ、黒ごまいいね。なんちゃら、なんちゃらもう全然覚えてない。豚がおります。あ、そう、豚が大きくなってんのよ、ほら。うわ、なんかこのイースみたいな豚がめっちゃでかいと思ったら、あれは置物の。あれは置物や。これなんか抱いてなかった。いや、そうね、ゆかりちゃんがさ、この鳥を抱いてこの鳥を抱いた。私は驚いた。そう、なんかインスタにそれが上がってたのを見た。鳥抱っこしてる。鳥抱っこしてる。抱っこって、これ撮るのが精一杯。あ、ほら、お前抱っこしてるやん。あ、動画を撮ったやん。撮った。私は絶対無理。結構平気なんやな。いや、すごいよ。平気なんやな。農業高校やから。あ、農業高校な。なんかギャップがいいな。農業女子や。農業系女子なんや。モルモット見た。ああ、なんかモデルの服飾系とか出てそうな。いや、そうやで。見た目しててな。あ、農業系、農業女子ってそのギャップがいいよね。はあ。レノボクリめっちゃテンション上がってたもん。モルモット可愛い。かわいいって。モルモットなんてさ、モルモットは抱き上げたからね。モルモットはかわいい。かわいい。はい、はい、写真撮りました。写真撮ってます。絵の僕のボード持って。そう、なんか良くない。いい感じや。この後ろにカウチに座って。これは裏道から帰った。裏道をゆかりちゃんに案内してもらって。あ、なるほどね。初めての道で帰った。ここも、いや、あれアリンコと走った時もあそこから。アリンコと走ったっけ。そう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 。え、私まだその記憶に記憶喪失になってる。ここ初めて走るんですか。あそこはあの例の我々が登録者50人ぐらいの時に通った道だった。そう、手振ってもらった時。忘れてた。そう、あ、クリコっていう。あ、クリハラコーヒー第2の目的地。お、到着。このね、ゆかりちゃんが飲んでたこのトニックソーダみたいなやつ。トニックソーダ。トニックソーダ。じゃあ、エスプレッソトニックみたいなやつ。そうだったよ。エスプレッソトニック。そう。コーヒー飲んで。おしゃべりしてきました。おしゃべりしてきました。これはクリアコーヒーでまた動画撮りますね。動画撮るの忘れてます。っていう。で、これクリハラコーヒーのお姉さんに撮ってもらった。お姉さん覚えてくれてはったよ。そうやね、そうやね。ありがとうございます。声かけてくれてわざわざ。そう、また女子ライドしましょう。あ、乗りはるん。そうやね。あ、そうなんや。あー、なるほどね。自転車乗るんや。そうやね。ほんで、ここは見て、おしゃれやろ。ほんまや、またカフェ行ってるやん。キッチン取れたてをスルーしてここに来た。え、これなんていうカフェ。1110。1110っていう読み方でいいか。多分。でもおしゃれやったよ。ベーグル食べて。そう、ベーグルとスープ。自転車置ける。自転車置ける。バイクラックもあったし。あ、バイクラックがある。それすごいな。これ私らは奥に立てかけてる。あ、なるほどね。野菜も。で、この食べてた、ゆかりちゃんが食べてたサンドイッチも、卵サンドの卵は豆腐やって。あ、そうなんや。ヘルシー系。ほらね、1110。え、0111。あ、逆か。反転してるから。反転してるな、ほんまや。へえ、こういう名前なんや。そう。じゃあ、ゆかりちゃん。バイバーイ。岩淵で。今日はマイオジョーヌみたいな服着てる。もう、ハグカナをちぎるぞと言わんばかり。帰ってきましたね。帰ってきたよ、ゴンゴンくん。できました。今日はね、ゆかりちゃんとの。今日は90キロぐらいのライドでした。90キロぐらいライド。ゆるゆるやった。私は120分のトイックでした。ほんだらー。ほんだー。